巨人賞。なんやねん巨人賞。なんか追ってんのかよ。なんやねんもう。はい、こんにちは、オールデンジズ。こんにちは。こんにちは。どうですか最近は。いや、あの最近やっぱの体調が良かったり悪かったりもうそんな感じな。M1 審査員出られてましたね。うん、そうやね。どうでした。もう大変やね。もう来年出へんよ。あ、うん、本当に出ないんですか。出へんね。出るかもしれへん。冗談やで、ね、うまなんか最近好きな食べ物とかあったりします。あの食べ物やっぱり、やっぱりみかん、ポンカン、グレープフルーツ。あ、柑橘系好きなんですか。全部柑橘。いやー冗談や。冗談じゃ。何がほんま好きなんですか。うん、やっぱり卵黄。卵黄、卵黄、卵黄ばっかり。卵黄だけ決め全部する。タンパク質多いから。あー冗談や。タンパク質大事や。絶好調ですね。絶好調。うん。ほらまた。怖すぎ。カニさん。え？カニさん。何、ハルくんちゃんやんか。どないしたの？さっき巨人賞言ってたけど。あ、どうも、和牛です。和牛の川西です。どうも。ありがとうございます。来ていただいて。いえいえ、とんでもないです。最近は何かいいことありました。いいことなんかないよ。ないですか。ない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 。それより水田くんなんかあったんちゃうの。水田くんじゃないんですけど。え、違うの。違います。違うやんか、違うやんか。そこは乗ってくれるとこやんか。それは違うやんか。2022年になりましたけど、今年目標とかないんですか。うん、やっぱり目標っていうと、M1 グランプリ、うん、M1 グランプリもう出られへんやんか。もうええわ。